のピンチいつだって救った戦士誰だ。ガオレン百獣吠えまくり、白身の風ガリケンジャー、爆流ガッツなアバレンジャー、デカレン宇宙の警察官、魔法の加速のマジレンジャー、プレシャー探すで冒険者、激伝中堅修行中、エンジン相棒拷問者、真剣侍チャンバラだ、天使がカードだコスイジャー、伝説を作るぜ我らスーパー戦隊。主題歌シングルが絶賛発売中。力強いボーカルで高取秀明さんが歌い上げるオープニング曲、そして大西洋平さんが歌って踊るエンディング曲を収録。みんなもぜひ一緒に踊ってみてね。今回のゲストは高取秀明くんと大西洋平くんでした。はい、どうでした？いいですよね。いいですね。楽しかったです。いい雰囲気でしたよね、二人ともね。あと思ったのはね、あの俺とかエンドも戦隊も歌ってるけど、俺たちの頃まさかそのシンガーが踊るなんていうことは、そうですね、ありえない。いやまあ俺は個人的に 歌っていうか踊り下手なんで、昔の時代でよかったな、マンでよかったなと改めて思いました。さあということで今回のアニパラ音楽館はここまでです。またお会いしましょう。バイバイ。